アローハ、かわいいハワイツアーのタッキーです。今日はですね、アロハステーキハウスにあるトマホークステーキを真似てですね、このサムズクラブでこれたったの25ドルかな、26ドル、安かったんですよ。2500円、実際のステーキ屋さんで買うとこれね、80ドル、8000円ぐらいするんですけど、たった20ドルでちょっと作れる、自分の家にね、マンションの、広場でですね、バーベキュースペースなのでちょっと作ってみたいと思います。はい、じゃあ焼いていきます。おー、すごいなんかジュクジュクしていい匂いし、いい匂いというかいい音をしますね。これどのぐらいやるんでしょう、閉めた方がいいのかなね、閉めちゃいます。はい、ちなみに今温度がこれ何度、急に上がってくるのかな、ずーっと上がってきて、赤いとこが温度かな、今どんどん100度、200度って上がっていく、100度ですね。お肉入れてから3分か5分ぐらい経ったのかな。じゃあ、裏返しにしていきたいと思います。お、じゃあ裏返ししていきます。おー、すごい、めちゃくちゃジューシーな形で美味しそうですね。これアロハステーキハウスより美味しいんじゃないですか、もしかしたら。言っちゃっていいのかな、でも自分たち作るのまた美味しいんですよね。まあ、アロハステーキハウスのソースは作れないからね、私たちね。じゃあ閉めます。はい、さらにね2分ぐらい待っていました。ちょっとまたね見てみたいと思います。うわー、もうこれほとんど出来上がってるんじゃないですか。これ裏返ししていますね。あっちあっちって、あっちって大丈夫だけど、これ美味しそうです。うわー、めちゃくちゃ美味しそう。なんだろうこれ、もう贅沢。これ私カメラマンさんのヒデさんと私だけで二人占めで食べちゃいますよ。はい、もう出来上がるんじゃないでしょうか。楽しみですね。また5分待ったので、早速もうできてそうなので撮っていきたいと思います。見てください、このジューシーな感じで、もうジュー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 音が鳴ってすごいですね。もうこんな感じ、こんがり焼けてます。じゃあこう乗っけていきます。じゃあここの辺から、端からこのぐらいでいいかな、こんな感じで切っちゃいますよ。わー、ちょうどいい感じ、めちゃくちゃこれいい感じですよ。見てください、このミディアムレアっていうの、ちょうどいい感じで切れてますよ。これもうこのぐらいでいいですか。じゃあもう早速食べていきたいと思います。ミディアムレアにちょうどこんがり焼けました。じゃあいただきます。うん、うん、美味しい。もうこんがり焼けて、いや柔らかいし、ジューシーで、めちゃくちゃ美味しい。改めてこのうちのこのコンドミニアム住んでよかったなって、バーベキューがついてるからこんなに美味しくできるなって思わなかった。もうお肉も美味しいんですけどね、アロハステーキハウスでも食べたことあって、また自分で作るのもまた美味しいです。同じ多分お肉だと私は思っているので、いやこれはおすすめです。ハワイに住んでる方、特にねサムズクラブで買って作ってみてください。めちゃくちゃおすすめです。美味しい。かわいいハワイツアーでは、Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますので、フォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、かわいいハワイツアーでした。